斎藤隆雄祝軍演説は、1936年5月7日に帝国議会の衆議院で斎藤隆雄が行った演説。祝軍に関する質問演説ともいう、寺内俊一陸軍大臣に対する質問演説。革新の事態の曖昧さをつき、広田内閣の国政改革の対応の質問を行った後、軍部革新を軍部に強く要請すると同時に、 議会停止の傾きのあった軍部への批判演説である。いやしくも立憲政治語る者は国民を背景として正々堂々と民衆の前に立って国家のために公明盛大なるところの政治上の層をなすべきである。理面に作動して不穏の陰謀を企てるがごときは立憲政治家として許すべからざることである。いわんや政治圏外にあるところの軍部の一角と 通亡して、事故の野心をげんとするに至っては、是は、政治家の地辱であり、堕落であり、また実に、卑怯千万の振る舞いであるのである。斉藤の演説は、軍部批判にとどまらず、軍部にすり寄っていく、政治家に対しても、強烈な批判を浴びせている。演説後半では2.26事件を取り上げ、青年軍人の受け入れ家と軍人の政治介入を、批判するとともに、 5.15事件に対する軍の対応が事件の原因となったのではないかと指摘している。この演説は1時間25分に及ぶ超演説となった。斉藤は解雇70年で、とかの大新聞はいずれも第一面全部に、それぞれ大文字の表題を掲げ、私の演説中の祝軍に関する速記を満載して、議会未曾有の歴史的大演説であると激唱したと、 いくつかの報道を紹介している。そして私はシストもこの演説は長く我が国の憲政史上に残ると思えば私は実に政治家としての一大責任を果たしたる心地がしたと感想を述べている。解雇70年祝軍に関する質問演説よりありがとうございます。